やば。いや、早いわ。ピンです。ノム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 。ゴゴ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 ゴ。死体起きてそうだな。早いわ。あ、ええー、変です。え、あ、はい。あ、レポート砂亀さんなのか。私が、あ、じゃあ砂亀からいいです。あ、まあいいや。あ、砂亀がどうか。はい、じゃあ砂亀で、あ、じゃあ攻め時間に砂亀がメドベイのお立ち台の上で亡くなってました。青だ、神宮寺さんかな多分。はい、源さんどうぞ。はい、源です。先端さんキルはサントスさんがやってました。アドミンで弁当入ってるの見て漫画に書きました。以上です。え、アドミンで死んでるんですか？アドミンであの血がブシャーってなったんですね。あの入り口ぐらいで。はいはい、で、なんだと思って見に行ったら、なんか弁当に入っていくのが見えました。サントスさんに入れます。私が弁当に入ったって言ってる？はい。砂鍋さんはメドベイに死体があったんですか？メドベイです。はい。ごめん、ちょっと聞きたいことがあって、ゲンさんとザチキンさんってスナパイさんに会ってますか？あ、会ってます。あのドアで、ストレージで。はい、ステージからか、いや、エレクトリカル奥にいたから弁当かなって一瞬思ってしまった。大丈夫だけ、うん、そこが証言取ってるから大丈夫。その前にアクミンに砂鍋さんがいて、入室管理見た後出てったの見てるから、はい、メドベイに向かったのは死体探しに行ったって合ってます？合ってます。はい、はい、で、アクミンに砂鍋さんが出てた後センターが入ってくるのも 3.0。アドミンで死体があるというゲンさんの発言はあっており、はい、ゲンさんが犯人だった場合、サントスさんに塗るには情報が、少ない中、サントスさんを名指ししているというのが危険すぎるので、ゲンさんが犯人の説はないです。そうですね。ゲンがサントスさんの、適当にサントスさんを名指しした場合、リアクターにいたサントスさんとかだったら全然整合性取れない。あ、ちょっと待ってください。私、十字路で、十字路の下、ストレージの入り口ぐらいですれ違ってるんですよ、ゲンさんと。で、その後ストレージの右下に行って終わったんで、その名指しはできます。で、私、それ言われて今びっくりしたんですけども、名指しは成立します。そこですれ違った。そこで違ったんだ。ザチキン見てます？ザチキンさん見てないです。ザチキンさんどこにいました？ザチキンはストレージ上の配線やってました。すれ違ってないですよね。いやー、色ですか？茶色です。見てないですね。これ疑ってる方いなければ、次砂亀さんのあのレポートの事件の方を詰めたらいいかと思います。うん、手が早いなぁ。サンキルやばいね。いや、怖かったっすよ、僕の時。ちょっとネタバレになるんで誰か言わないですけど、ナビゲーションにいたら、僕が来たら急に僕の方振り向いて追いかけてきて殺してきましたから。怖っ。めちゃくちゃ怖かった。いや僕、初手、たまには初手。はい。はい、じゃあ、解除しました。はい。うん、メドベイで死んでるっていうことですけど、ザツキンさんとゲンさんが、エレクトリカルの方から来てますよね。はい。はい。で、そこで作業されてたのは、ほぼ同時で、2人ともお互いが白だということは言えます？そうですね。ちなみに1回目の停電、1回目っていうか、まあ、停電直してますけども。はい、うん、直してたんで。了解です。アルトさんのと武雄さんの初手の行動だけ教えてもらっていいですか？アドミン、ガードリーダー、エレクトリカルに停電になったんで走りました。連鎖直して、うん、その後僕が横でタスク2個終わらせて出るときにザチキンさんが入ってきてます。はい、アルトさんが出てくるところを確認して、はい、ゲンさんが左に残ってるのを見ました。で、左に行ったらロアエンジンで閉じ込められました。了解です。武雄さんはどうですか？武雄カフェでタスク1個やってからウェポン行ってナビゲーション行ってシールド。了解です。初手マシャカリさんがウェポンに行ってるのを僕は見ているので、武雄さんが犯人だと思います。今消去法で武雄さんだと思ってます。そう、マシャカリさん、あ、私のセリフか。
でなければですけど、うん、はい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 。マシャカリ神宮寺先端でしょ。でね、マシャカリさんの位置が分かんないんでしょ。下位置が初手右に行ってるな見てます。先端とマシャカリ右行ってるな見てます。でまあ2キロ起こってるんで結構もうどんどん 10秒経ったら1キル、30秒経ったら1キルみたいなテンポのはずなので、うん、まあ初手右側にマシャカリさん行ってるんだったらまあ右から10秒以内の場所かなっていう、うんうん、ちなみに初手カフェテリアで作業してたのはスナパイマシャカリです。うんってなるとそこから10秒以内ってなるとまあウェポンあたりかなっていうふうに。あ、初手カフェテリアで作業したという武雄さんは僕は目撃していないということです。うーん、まあ、僕カフェテリア行きましたけど最初メドベイ入るふりしてからカフェテリア行ってるんで終わってるんじゃないですかタスクは。うん、え、それすんの。めちゃくちゃやんこの村。めちゃくちゃじゃない。どうなんだ、どうなんだろう。ナム。すごい、すいませんでした。すいませんでした、私のせいです。すごい走り抜けたなこの村は。いや殺意がすごい。いやびっくりした、ナビゲーション入った瞬間こっち振り向いてきて追いかけられて殺されたから。怖すぎる。すごいな、殺意が高かったな。竹雄さん怖っ。いやーこれな、ゲンさんあれ見えてるのか、めちゃめちゃしっくり見えてました。本当だって 0.5 の視界なら見えてないかなと思ったんですけど、殺害シーンも弁当入るもほぼ全て見えてた。めちゃくちゃ二度見 してる感じだったよ、もうなんなら。もう弁当入殺して弁当入ったけどみたいな感じだったよ。まああとはそのゲンさんを白目に見てくれる客観的な意見が多かったのがすごい助かった感じ。そのザッキンさんの証言もそうですし、うん、左の方々が多かったですからね、うん、っていうのが強かったな。本当に感謝、多分雑誌編集にも入っててなんか配線やってる時に右側なんか動いた気がするなぐらいで思ったら見直しなかったんですけど、やっぱり大胆だろうなと思ってました。